心臓。はい、心臓です。お入れします。もう噛んでも大丈夫です。せーの。あ、全然いける。うん、いけた。全然いける。全然いける。ホテルに動画早い酒飲むとか歌を飲んでたさ。天然ですね。ちっちゃいのは養殖ですね。これちょっと2キロ超えてます、ね。よいしょ、うん。本当はここまで首伸びないんですけど、ね。色もだから天然は黄色い油持ってるから黄色っぽいですよね。養殖は基本白い油なんで裏柄も白いですね。今はですね、首の食道の粘膜がですね、臭いんで、そこから取ってやります。で、こうやって釣り針が、まあ、どこかに入ってますね。首か内臓か。オスですね。この尾っぽがこう長いのがで、まあ、開いたらこう白子が入ってますね。で、肝を取ります。この時にこれが胆のうですね、はい、胆のうを絶対潰さない。で、心臓。刺身は前足のここの肩の筋肉を取る。魚ばっかり扱ってまして、それで接待なんかの料理をお任せでやるうちにもうネタもつきまして、スッポンはどうだろうかと扱ったのが一番最初ですね。まだ20代前半やったですけど、それからちょい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 スッポンはお客さんにお出しするようになっていって、独立する時にはやっぱちょっとこう他の店が扱わないものをということで、ヤマメとですねスッポンとうなぎを店で生かしたんですよ。お店の名前も、まあ、当初は博多魚どころ久保田で、もちろん海の魚も扱いよったんですけど、どんどんやっぱりこう特色を出していった方がいいということで、まあ、すっぽん色がどんどん強くなっていったんですね。最終的に、まあ、残ったのがすっぽんだったということですね。
はシラベですね。湯引きしてお刺身につけます。これは秘蔵ですね。もう生き死に出ます。もう薬みたいなものなんです。ただこう調べたらこの脾臓が一番なんか体にいいらしいです。これ天然の一匹でこんだけ入ってますから。何かで割らないともう血ですから、もうすぐプルプルに固まります。女性のお肌によく男性の力になる感じがあるし、まあ珍しいだけじゃ食材っていうのは何もならなくて、やっぱり食べて美味しいっていうのが一番ですよね。栄養もあって美容によくて食べて美味しい、そしてあまり人も扱わない、すっぽんしかないなみたいな。だいぶもうすっぽん食べるならうちで食べようかなという方も増えていただいて、もう20年になります。今年が20年目です。天然はですね、まあ、身がしっかりしている、まあ、鶏のブロイラーと地鶏の違いみたいな感じがあります。養殖も特別な餌を与えない限り基本油は白ですね。まあ、淡白な感じがします。どっちかというと魚の油に近いような味がします。天然の場合はですね、全部黄色い油を持ってます。だからその油の質としては天然の方が味の濃さがありますよね。年齢とか育った場所によって身の質はだいぶ変わってきますね。その点養殖はもう安定しています。どのスッポンさばいても同じ味になりますね。お店としては養殖の方がやりやすいっちゃやりやすいです。まあ、さばいてるとこのスッポン美味しそうやなっていうのは天然にはありますね。そういう面白さはあります。この内臓にですね、泥がいっぱい入ってるわけですよ。こんな風にもうない状態までしてやってさばかないと臭いんですよ。これ腸です。昔の人はやっぱこう自分で取って食べたことがあるとかっていう人は結構いらっしゃるんです。イメージ的に臭かろうがって言い出した人が結構多いですよね。ちゃんと調理してやれば臭いことは絶対にないんで、しっかり火を入れてやるという感じで、土瓶蒸しに入れたりですね、甘露煮みたいにして甘辛く炊いて、まあ、煮こごりみたいな状況になりますね。しっかり臭みを取ってから使います。養殖の方が高い温度から入れます。天然の方がもう少し温度を下げてから入れます。温度が合ってるとこうやって混ぜるだけで皮が抜けてきちゃう。捌くときに針一丁に使ったじゃないですか。行くことは限らないんですよ。これから食いちぎって逃げてたりするから 2,3 個入っとったりすることがある。
15分で柔らかくはなりますね。そこから30分ぐらいは経ちますかね。天然は分かりません。炊いてみないと。柔らかくなるまで炊きます。予想だと2時間から3時間。野菜は入ってくるんですよ。地元の筑前町です。今日は養殖ですね。予約によって天然なのか養殖なのかは。
は天然なんで大きいからやっぱいっぱい入ってるんですよ。5、6匹分ぐらいはあります。養殖は2匹でも片方だけですよね。オスですね。しかも天然養殖のメスです。鳥もですけど、肝はメスの方が色がちょっと薄くて脂が乗ってる感じだから、まあ結構メスの肝の方が喜ばれるんですで、もう使う、こういう状態になっていくので、これを足して、そしてまたアクを取ったら完成ですね。だからどん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 ゼラチンが濃くなっていきます。
で、出汁の分量も多いです、ね、通常の茶碗蒸し。腸を開いて掃除してぬめりとか臭みを取った状態ですね。元気がつくよ。じゃあ心臓がでかいので心臓入れていいですか？これ心臓？はい、心臓です。お入れします。もう噛んでも大丈夫です。もうめったに飲まれるものはないけど、はい、いや、そう、せっかくなんで。ゆっくり。あ、すみません。はい。ね、より鮮やか。一応リンゴジュースで割っております。で、小鉢はですね、スッポンの腸のもつ煮ですね。前菜がこちらからサババテラ、ナスとキノコの田楽、それから雲仙ハブのチーズ焼きに、スッポンのおこわ、あのうずらもつまみに入っております。はい、ありがとうございます。はい、リンゴジュースと日本酒で割るとその色を保つんです。あ、そうなんですね。いくぞ、いくぞ、いくぞ、せーの。あ、全然いける、うんうん、全然いける、うん、いける、あの、血と思わなければいける。ジュースと思ったらこれ何やったっけ、胆嚢やったっけ、胆嚢でした。私は脾臓、胆嚢あった。ひまちゃん、これでいいよ。大丈夫、うん、大丈夫、大丈夫。でもコリコリと、前足の肩の筋肉をお刺身にします。と手前がレバーですね。両サイドがエンペラと言いまして、甲羅の周りについているゼラチンの部分。真ん中がスッポンの卵なんですけど、殻になる前の、まあ、鶏で言ったら金柑の状態ですね、を塩漬けにしてます。結構あの塩回してますので、お酒のあてにちょっとずつにします。
初めて説明聞いた。マジで。スポンと松茸のところですね。ありがとうございます。松茸ですか。とても美味しいですね。生ビールでよろしいですね。はい。生3杯お願いします。スッポンのドリンク。あちゃちゃちゃ、松茸のドリンク。すごい。コラーゲンたっぷりかな。ねえ。うん、めっちゃいい香りする。あ、いい匂い。いい香りする。すごい。カボスと合いますな。合いますな。あめっちゃいい、いい香り、いいね、落ち着くね、うん、あの姫酒みたいな感じ、あーな、松茸、うん、すごくね、いいね、うん、うん、香りがいいね、すごい、いろいろ入ってる、高級天然トラフルコーン、ニワトリの卵と一緒何族よ、何族よ、ほら、あのさ魚の、うんうん、まあ、なんつもで、うん、うん、チャームシーですね。スポンのスープで取ったチャームシーです。すごい。ありがとうございます。じゃあ、ヤマメが1匹。何の前、まあ、じゃあウイスキーもらおうかな。バイバイ。なんかすごい美味しい。飲んだって言われたくない。
甘みがあって、うん、ゼラチンのやつを唐揚げしただけやろ。今日はもう、おじさんだけやろ。縁側のね。キャンペーンがあるよけどね。神尾で。ペイペイで決済しとおけ。神尾さんのお客さんが来てからしたから、そっちも分からんですよ。だから研修があるやん。何ですか、ボクシングかな、私。いや、多分指がないと。そうね。91年。え、なんでこの。私も先生。
今年のあのチャンピオンはコテやったでしょ、うん、入ってないとダメだよでその声優みたいでその格払いを始めてるんですよ、うん、そうでもないやと思ったけどすごいいろりのある家で吊るした男がいます。それ、まあ元々は岩が。岩が。それを炙って、してこう大きい杯というかな、に入れて、でみんなで回し飲みして飲むお酒なんです。一口だけちょうだい。いいよ。楽しみしたい。あ、まあまあいい。重い。お父さんみたいやね。チーズ。誰に言う。結構重たいけど。はい、ありがとうございます。じゃあお言葉に甘えてお願いします。どうも本日ありがとうございます。いただきます。あ、やヤマメの匂いがする。香ばしい。香ばしい。香ばしい。食事はお済みです。あんまりしゃだってさ、衣装とかさ。準備するものでは全然見えないよ。ほら、布団を進めるから。